ランドリー稽古で大内狩りを試みる手前の柔道課題内狩りは柔道の投げ技の足技21本の一つで仮技の一種である行動館や国際柔道連盟での正式名アイフ略語 OUG 基本型は自分の足の外側で相手の足の内側を仮倒す技右組みの場合前さばきで体を相手の内懐に入り真後ろ または、左後ろ隅に崩して内側から右足で、相手の左足を開かせるように大きく刈って倒す技。こう内刈りと同様に牽制や崩しに使うのに便利な技であるため、内股、大外刈り、背負い投げなどへの連携に使われることが多いが、単独で一本になるケースも多く見られる。なお、軽足を相手の足に絡ませてしまうと禁止着の皮図係となり、 反則になってしまう。また、踏み込んだ時に体勢が斜めになっていると、小外刈りや大内返しで返されやすく、上手い人でも、この体勢のまま、技を決めるケースは少ない。基本は、正面から正対し、前に踏み込む。上手い人も、体勢を真横にするか、体勢が斜めでも技をかけるときには、正面から正対する様に調整する。相撲における。 類似の技として打ちかけがある。大内狩りへの返し技としては大内返しがある。また、大内狩りをかわして、逆に大内狩りをやり返した場合は、大内狩りが記録される。大内巻き込みはかけた時に相手に重なるように、浴びせ倒す大内狩り。大内掛りは、相手の足の内から足を引っ掛け相手を後方に、押し進んで狩り倒す大内狩り。踏み込んだ際に、大外狩り。 大外打ち、小外狩り、小外がかりに比べると、遊びができてしまい、相手に反撃されやすい。1982年10月の行動間、審議名称発表への検討中、試合で多用されているのでこの技を加える案があった。1954年7月発足の行動管理、研究部投げ技研究部門の方針、新、旧五教にある、投げ技の名称は、 そのままとするに反すると死を大内狩りに含めることとなった。名称の提唱者は、工藤十三大滝田田であった。別名大内落ち。足取り大内は足をかけない方の相手の足やその、下脇を持っての大内狩り。相撲における、類似の技としてさらに相手の胸を頭で押す三、所攻めがある。大内者は、相手の足の内に足をかけて視点にし、 投げ倒す大打ち狩り。足をかけて支点にした際に、大外狩り、大外打ち、小外狩り、小外掛かりに比べると、遊びができてしまい、相手に反撃されやすい。ありがとうございます。